花。美しく咲き誇る花、笑顔とともに咲く花、野に咲く可憐な花、季節の訪れを告げる花、人の思いをつなぐ花。花にはたくさんの姿があります。花は時に見るものを癒し、育てるものと共に語る。四季を通して花と共に生きる町がここにあります。暖かな風とともに咲き誇る桜の花。その見事な姿に駆け出した春の息吹を感じることができます。白石川に続く桜並木は訪れた人々を包み込み、さまざまな思いを馳せる光景が連なります。山肌を覆う桜は頂に立つ観音像へと人々をいざないます。先人が作ったこの桜景色はこの町の誇りです。花に魅せられ、花を植える、育てる、咲かせる、花を愛する人たちがこの町にはいます。花の町柴田っていうフレーズが出た時にとってもいいなと思いました。やっぱり花で笑えるんですよね。コミュニティガーデンの方ではみんな集まってメンテナンスとかいろいろな作業をしてるんですけれども、そこでお花の話、あとは育て方だったり、いっぱい取れた種なんかはみんなで分けたりして、みんなの庭にもその種が増えて、ますます町がね、花でいっぱいなんじゃないかなっては思います。オープンガーデンするといろんな方がここに集まって、いろんな花の話とか始まるんですけど、初めての方とか1年前にいらした方とか懐かしい方とお会いするんですけど、ここで知らない方同士が花の話で盛り上がったりしているのを見るととってもいいなと思いますね。
花育ててるとみんな笑顔になれる、それが一番楽しいですかね。梅雨時を彩る爽やかな色合いは見る人の心を和ませてくれます。まもなく夏が訪れます。里山に歩みを進めれば優しい木漏れ日が山の緑を楽しむ人々を迎えます。里山っていうのは山だけじゃなくて、水田、畑、あとそこで暮らす農家の方々、それらを含めて里山という概念なんですよ。健康の一環として、あるいは自然に親しむ、いろんなこのハイキングの要素ありますので、春夏春冬歩けば楽しんでいただければなというふうに思います。里山はやはり山だけじゃなくて、町の名所旧跡、あるいは名木とかですね、そういう意味で柴田町ってこういう町なんだなっていう意味では、こう6つのコース歩けば 90% は柴田町のこと分かりますので、何回歩いても楽しいですね。山の木々も色づき始め、実りの季節を告げる花が咲き揃います。秋がやってきました。穏やかな風の中、足元で優しく揺れるマンジュシャゲの花。秋晴れの日には夕暮れまで散策を楽しむ人々が行き交います。花は人の手により装いを新たにし、この町に文化を育んできました。白くまぶしい雪の花が町を覆い、澄んだ空気が木々の枝をすり抜ける冬の到来です。花は楽しみ方、見方によって意味が変わり、そこに価値を生んできました。花を生業とし、花に思いを込める人がいます。ここに来てくれるお客さんが自分で選んで好きな色とか好きな大きさだったり、それを見て選んで買ってかれるのが一番嬉しいかな。綺麗な花が咲いて製品になって人に渡った時に、なんか生きがい感じますね、やっぱりね。受け取った人はこの花をもっと育てようっていう気持ちになってもらえたらいいかな、愛情を持って
静まり返った夜の街に光の花が灯ります。幻想的な光の花にさまざまな思いを込めるのです。幾度となく式を重ね、さまざまな花への思いと共に歩んできた花の町柴田。先人の思いはこれからも尽きることなくつながり、この町に足を運ぶすべての人を魅了し続けることでしょう。柴田っていいなぁ。